もしもし、話したいことがあるんですけど。警察です。かなこがそう言ったんですか。はい。尾崎さん、いいピッチャーだったらしいですね。でも卒業の半年前に大学を中退している。理由は何ですか。なんで今頃になってほじくり返してるんだよ。びっくりしたんだ。ちゃんと押さえとけよ。何でもしてくれるんでしょ。いや、私より不幸になってよ。東塚に。どちらまで行かれますか。終点まで。ついてこないでよ。飛び込むんじゃないかと。いや、私には信じられないというか、想像できないというか。あなたに私たちの何がわかるっていうの。いつもビクビクしながら一緒に暮らすっていうの、私全然わかりません。私が死んであんたが幸せになるんだったら、私は絶対に死にたくない。抱き合う刹那よ、今日は何かいいことか。私たちは幸せになろうと思って一緒にいるんじゃないって。さよなら警告。憎しみか償いか、それとも愛か。